2024年6月21日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。そうですね、線状降水帯が発生して、大変な状況にある鹿児島県、その鹿児島県警のね、内部告発、弾圧疑惑、これについてお話をしたいと思います。まあ、今日にもね、本部長が捜査結果を説明するということですけれどもね、まあ、結局、元ね、生活安全部長がね、内部告発をしたのに対してね、野川ね、県警本部長がね、部長ね、元部長を逮捕してね、それで自分に対する疑惑をね、口封じしたのではないかというのがね、今の疑惑としてかな、あるわけです。でね、この、今回の事件のね、本当の容疑者はね、県警本部長ですよ、はっきり言うと。ね。犯人とまでは言いません。でも容疑者ですよ、間違いなく。ね。つまりね、泥棒自身がね、捜査をするような話じゃないですか。ね。この県警本部長がね、自分に向けられた疑いについてね、自分で調べて、で、自分で発表する。そんなね、話、信用できるかって話ですよ。で、まあ、観察官なんかもね、いるのはいるけどね。じゃあ、それはもうですね、結局同じ警察官仲間でね、だとかね、部下で信用できない。あとはね、警察庁が動くか。やっぱりね、それかね、やっぱり鹿児島地検がせめて動くとかね、独自の捜査をね、鹿児島地検がやるとかね。まあ、それぐらいしか今ね、考えようがないと思うんですけどね。あとは県議会によるチェックとかね。うん。ほんとね、泥棒自身がね、捜査をするような話。これ絶対させちゃダメです。はい。本当に信用できない。まあ、広島県警のね、裏金問題でもね、結局監察っていうのはね、信用できないというのがね、よくわかりましたから。はぁ、ね、容疑者、とにかくね、容疑者自身が捜査をするようなね、ことはやめてほしい。そのことですよね。これ大問題です。はい。ということでね、まあ、現場のね、警察官の皆さんはね、今日はね、線状降水帯発生ということでね、大変だと思いますけどもね、ね、そういうね、現場の警察官のね、皆さんもね、警察労働者の皆さんもね、やっぱ努力をね、なんか、後ろから鉄砲を撃たないためにもね、これはしっかりね、してほしいしね。まあそういうね、こういうことにならないようなね、やっぱり警察改革というかな、やっぱ警察に対するチェック機能をね、整備すると、いうことも、これね、大事な課題ではないかな、と、いうことをね、もうね、思いつつ、本日ね、お話を終わらせていただきます。それではね、仕事の方行ってまいりますので、失礼いたします。